い、エルカチャンネルの翔です。今日はですね、あるところに行くために熊本市内の方までやってきました。どこに行くかはまだ秘密なんですけど、向かっていきたいと思います。今回やってきたのは、育毛専門サロンのバイオテックです。前々から抜け毛が気になっていました。たまたま広告を見て、バイオテックの無料体験の言葉に惹かれて恐る恐る体験してきました。エルカチャンネル。カウンセリング。スタッフから無料体験の流れの説明の後にアンケートを渡されました。記入したアンケートをもとにヒアリングが始まりました。カウンセラーの説明はわかりやすく、専門知識もあります。細かく現在の状況をヒアリングし、バイオテックの知識と照らし合わせ、話が進められました。違和感は、抜け毛が進行している可能性です。俺の想像通り以前よりも抜け毛が進行していることは確かでした。ハゲになる要因や流れを専門用語でしたが、わかりやすく解説してくれました。実際にその場で聞いている限りは分かりやすかったのですが、日にちが経つと忘れてしまうものです。再放して、もう一度おさらいした方が長い目で見たら自分のためになる気がしてきました。エルカチャンネル。タブレットとスコープを使って頭皮診断。カウンセリングが終わると、その場でスコープ、頭皮の毛穴を200倍拡大できる、を使用し、頭皮の状況をタブレットに映し出します。初めて自分の頭皮を見るわけですが、確かに細い毛が目立ちました。太い毛の間に、細く短い毛が混じっているのです。細く短い毛はこれから育つので、抜けてはいけない毛だそうです。バイオテックの頭皮シャンプーを体験。楽しみにしていたことです。美容室でもそうですが、人に頭を洗ってもらうのは気持ちのいいこと。実際にスタッフに頭皮をマッサージしながらシャンプーをしてもらうと、期待通りの気持ちのいいものでした。シャンプー前にお湯だけでしっかりと洗ってもらいましたが、確かに、結構長いな、と思うくらい、長い時間でした。これだけで汚れの6、7割は落ちるそうです。ここまでやれば、シャンプーでゴシゴシ洗う必要はなく、軽い力で洗えば十分とのこと。シャンプー後は実際に抜けた髪の毛を見せてもらいます。長い毛。細く短い毛が190本ほど抜けていました。抜けてはいけない細く短い毛が多く、予想通りの展開です。この髪の毛が名古屋の研究所に送られるのです。エルカチャンネル。頭皮マッサージ。シャンプーの後は、仰向けの状態になり、お湯をかけながらのマッサージです。頭皮全体をゆっくりと揉みほぐしてくれました。気持ちがいいです。エルカチャンネル。育毛剤を使う。マッサージの後は、育毛剤を頭皮につけます。ねじり鉢巻きのように、おでこにタオルを巻き、タオルより上の部分に育毛剤をつけていきます。少しスーッとした感じがしてきました。使用した育毛剤は 5cc。やりながら、育毛剤のつけ方を詳しく説明してくださいました。後ほど、無料でもらえるのですが、自分でやる時のためにしっかり覚えておきます。やり方は難しいものではありません。育毛剤をつけるのは、生え際、と、生え際から後頭部にかけて、です。エルカチャンネル。シャンプーの後は、オゾン照射。シャンプーの後は、パーマで使う機械のようなもので頭を覆い、温風を吹きかけます。オゾン照射でこれが頭皮にいいんだとか、実際に10分かからないくらい、頭皮にオゾンを浴びます。エルカチャンネル。もう一度スコープで頭皮をチェック。オゾン照射が終わると、もう一度、頭皮チェックをしてくれます。自分で見てもわかるくらい、頭皮の毛穴が開いていました。綺麗になった感じです。このまま次回の予約を取り、スタッフから無料特典、頭皮シャンプー、トリートメント、発毛促進剤を1週間分、をもらいます。これで1日目が終了。ちょうど90分が経過していました。エルカチャンネル。
はい、今戻ってきました。初めて行く場所だったんですけど、なかなかですね、想像してた感じとは違ったので、なんか緊張するあれもなく良かったですね。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。